ジェフユナイテッド千葉対大宮アルディージャ、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合がありますよね。はい、それとね、チャンスエリアへ持っていくまでのね、その辺の動きにも注目していきたいですよね。大宮としては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくかというものですよね。はい、今日はそんな一戦を迎えています。さあ選手がピッチへ現れてきました。今ざっと選手の様子を伺っているんですが、最強スタメンでの起用ですね。非常にコンディションがいいと聞いています。カビアさん。はい、ダブティさんどうぞ。その選手の情報ですけど、今日の練習ではいつもにも増してフットワークも軽く、非常に調子の良さが見受けられましたね。なるほど。さあ本日のピッチ情報を伝えてくださるのはフローラン・ダバディさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中島、中盤の選手です。さあ間もなく試合が始まります。ディフェンダーとしてプレーします。後ろからチェック。このパスは通らない。おっと、まずは中央から行きましたがボールはつながっていきません。激しいチェックが続きます。クロスは真ん中へ入っていきましたが、ここは合わせられませんでした。ファールとなりました。なあ、主審が走っていきます。下村、ここで主審に呼ばれています。ここで受ける。左にはたいた。強引に行きます。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。プレッシャーをかけます。工藤、うまく食い止めます。取り返した。松本、詰め寄られた。後ろ、一人で上がる。そして田中、左へ回して、今よろしいでしょうか。アウェー側ですけど、中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。はい、ありがとうございます。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。はい、まあ、それだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。前半30分を回ろうというところ。富田、ここはしかし中島、牧、少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、少し対応遅れ出してますね。ここでリターン、ショートから行く。おっと、ノーホイッスルだ。細かいボールの奪い合い。一旦後方へ下げます。右へ出す。前へ。さあ前半の40分を回りました。激しく奪い合います。
果敢に奪いに行きます。中島、さあ速攻、ここまで来た。うわ、ここで止めましたね。ノーカードで試合続行です。アルディーザピンチを迎えます。中に送ってヘディングシュート、ここで前半終了。さあ北澤さん、今のところどうご覧になられますか。ジェフとしては立ち上がりが良かっただけにね、ちょっと点が入らなかったことでね、イライラしてるかもしれませんよね。後半立ち上がりとか面白そうですよね。さあ後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半が終わったところで0対0、両チームスコアのないまま折り返します。今後半が始まりました。ジェフ、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がアルディージャ、松本うまくコースを塞ぎます。ここから藤本、富田、レアンド、右から行きます。うん、いいプレッシャーだ。エリアの右、おっと抜けてきた。うん、後ろからさらに行く、シュート、危ない。片岡、激しいマークを見せます。プレッシャーをかけます。よく走ります。さあ競っていく、ボールマウスのわずかに右、ね、スライディング、ホイッスルです。イエローが出ます。ちょっとよろしいでしょうか。ホーム側ですけど動きそうですね。誰かアップを始めています。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。縦に出す、ここは下村、前に出した、あーフォロー遅いですね。行くか、小林、左サイド。北澤さん、はい、両チームともあと一歩というところでまだチャンスをものにできていないわけなんですが、はい、膠着してますからね。そういった意味では目の離せない試合になってますね。時間は後半30分を経過しました。左から上がっていった、ジェフ、ここで控えの選手がアップを始めました。ここはボールを下げました。一旦返します。ロスナー、下村、馬場、今日はまだシュートはありません。大きくクリア、さあこの位置でタッチを割りました。両チームここでメンバー交代のようです。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。一気に来た、あーっとパスに追いつけません。ワンタッチで左に送って田中、今のようになかなか動きが見られないところを見るとこのまま終わってしまうのかなとも思うんですが、いかがでしょう。まあ確かに点を取りに行く形が作れてませんからね。お互いにディフェンスだけに集中しているというか、そんな感じにも見えてしょうがないんですよね、はい、ここはディフェンスされました。勝負の時間になりますよ。右に送って競り合った、
ここは一難逃れます。試合終了。本日の試合はスコアレスドローという結果に終わりました。さて北澤さん、今日の戦いいかがご覧になりましたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたね。そうですね。さあ、そして試合終了後のデータです。ジェフ、相手よりシュートは打っているんですよね。はい、前半の方でね、シュートに行く場面が多く見られましたよね。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合は0対0ドローでした。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。それではハイライトシーンをお届けしながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。